おはようございます。パティシエール今日のおやつです。今日のおやつは食物繊維たっぷりのレンズでカップケーキです。とっても簡単にして朝ごはんにもぴったりです。今回はこちらのファイバーリッチパンケーキミックスっていうのを使っていきます。こちらはですね、 60g 取ると 10g 以上の食物繊維が1回で取れるっていう優れものなんですね。こちらとお豆腐をよく混ぜていきます。こんな感じで少し大きめの容器にですね、測りながら入れてって全然大丈夫です。お豆腐はしっかりとこうやって泡立て器で潰していってください。そこにパンケーキミックスを入れていきます。なんか量ちょっと少なそうに見えるかもしれないんですけど、これだけで結構お腹いっぱいになる量でした。こんな感じで最初の方はこぼれるのでスプーンで混ぜていって、混ざってきたら泡立て器でよく混ぜていきましょう。まあ、よく混ぜてしまっても結構もちもちの食感なのでそんなに気にしなくて大丈夫です。普通に泡立て器でぐるぐる混ぜちゃいました。こんな感じですね。よく混ぜてあげましょう。よく混ぜることでお豆腐が潰れて、後でお豆腐だっていう感じがちょっと少なくなります。もっちりな感じになりますね。もうほとんど出来上がりです。あとはレンジでチンするだけなんですけど、もうちょっと味をプラスしていきたいので、今回は上にドライフルーツとあとチョコチップを少し足してあげました。ここら辺もですね、本当に好きなものでいいかなと思います。ナッツでもいいと思いますし、オートミールとかでもっと食物繊維足してもいいと思いますし、バナナとか、バナナちょっと甘いかな、なんか自分の好みのものをどんどん乗せてチンしてみてお試しください。いろんな食べ方ができると思います。こんな感じで、あとはチンするだけですね。むくむくっと膨らんできます。ちょっと下が焦げやすいので、電子レンジによっては底が先に焦げてしまったりとかあるかもしれないんですけど、こんな感じで一回しっかり膨らんで火が通ってれば大丈夫です。で、お豆腐なんでね、なんかちょっと生なのかなっていう感じ、最初思ったんですけど、もっちもちな生地になってます。こんな感じで食物繊維たっぷりでいただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。もっちもちで美味しい生地に仕上がっています。美味しいのに食物繊維たっぷり取れるっていいですよね。とっても簡単なのでぜひ挑戦してみてください。